大極殿、大極殿は古代の日本における朝廷の聖殿。宮城、大外理の朝道院の北端中央にあり、そのうちには工業座が据えられ、即位の大礼や国家的儀式が行われた。中国の道教では天皇大帝の居所を言う。大極殿の名は万物の根源、天空の中心を意味する大極に由来する。ゆえに中国においては、 大極殿といいと城内の建物に起源を持ち、三国時代の義の明帝清流三年、北義落葉城において、大極殿が初めてであるとされるため、大極殿を大玉殿とも読む。すなわち、帝王が世界を支配する中心こそ、大極殿の意である。日本最初の大極殿が置かれた宮殿については、飛鳥清見原の偶説、福山敏夫、小沢武氏、 渡辺明弘らと藤原宮説、かのひさし、鬼頭生命らに分かれている。太極殿の原型は、飛鳥の昭昆殿宮の大殿にあったと考えられる。昭昆殿宮は、水戸天皇の時代、それまでの豊浦宮に代わって603年、水戸11年に造営された宮である。日本初期の記述によれば、この宮は、南に、宮の正門である、南門、旧門を構え、 その北に初代部の務める、長、松井ごと殿が左右に並び、その間の中央広場として、オープンスペースの、浅庭があり、さらにその北中央に、大門、拷門、その奥に、水戸女帝の出御する、大殿が控えるという構造であったことが示されいる。このような宮の構造は、608年、水戸16年に、隋の施設、廃生成や611年、 水口19年の白木市、今なしの来朝に関する日本書紀の記載から伺われる。なお、蝶は、後の朝道の起源となった建物と考えられる。吉村武彦によれば、標根連宮は単純な構造ながら、後の藤原宮や平城宮に見られるような、都宮の基本構造の原型として考えられる。ただし、大殿や、朝、 朝庭の遺構は検出されていないので、その規模等については不明である。木の富の変後、天智天皇や高徳天皇らによって650年、白地元年に造営の始まった、南波長井豊岬崎宮は、南波宮跡の発掘調査の結果、前期南波宮跡がそれに相当するとの見方が確実である。北に天皇の居所である代理があり、そのうち前言が、 後の大極殿に相当する現者である。代理前殿を含む、代理空間と官人の出資するちょうど、浅庭の空間の境には、代理難門があり。この門は、桁行き市町、両行二点七十二点三メートル、で、平城宮の須坂門をしのぐ規模である。代理難門の東西入り口には、他に例を見ない以降、八角殿員があり。 手楼のような施設の存在が考えられる。天使南面の思想により、代理の南にはちょうど、浅庭の区域があり、その規模は、東西233.4メートル、南北263.2メートルに及ぶ。そこでは、少なくとも、計14道のちょうど、町があったことを確認しており、藤原空や平安宮の12道を上回る。この宮に、特徴的なのは、朝庭の広さであり、 空前絶後の規模と言ってよい。また、すべての建物が、掘った手柱建物であり、瓦はまだ使用されていなかった。日本書紀には、681年、天武10年2月、天武天皇と皇后、後の児童天皇は初心を、大極殿に召し、飛鳥清見原の礼の制定を指示したという記事がある。ここで、 大極殿という電車の名があることに注目するのが、冒頭に掲げた、福田、小沢、渡辺らである。アスカ・清見原の宮の所在地は、近年の調査成果では、アスカ・ケアとの上層移行を当てるのが通説となっており、清見原の宮は、後アスカ・本宮の内閣に、東南閣を加えて完成したとされている。東南閣は所在するあざなより、通称、 エビノコ角と呼ばれる一角であり、その中から大規模な正殿の跡を発見している。これが、通称、エビノコ大殿である。渡辺明宏は、この大殿こそ、日本初期記載の大極殿の可能性が高いとしている。なお、飛鳥カ跡上層以降からは、前殿と称される東西、建物跡二棟が検出されており、これが、飛鳥清原の宮に伴う、 ちょうど相当施設ではないかとされている。ただし、海老の湖角南側には飛鳥川が間近に迫っていることから広大な浅庭を確保することは困難であったろうと考えられる。規模や内部の電動配置の明確な宮城としては、情報性の取られた初の本格的都の城として建設された荒橋の境、藤原境の藤原宮が最古である。藤原宮は、 周辺教育機の建設が進められた後、北の耳なし山、西のうねび山、東の天候具山のいわゆる山と山山の中に造営され、六百九十四年、児童八年に正式に移された宮である。発掘調査によれば、藤原宮造営は、天武天皇の時代に着手されており、その造営にあたっては、南北、大溝や城坊に伴う側溝が埋め立てられた後に、 大極殿院の北面回廊が建設されていくことから、藤原宮の大極殿造営以前に、上坊道路が造成されていることが判明している。藤原宮の大極殿は、大極殿院の一角のほぼ中央に位置している。また、大極殿院の南面にあって、大乗館院、後の長道院との境界をなす門、大極殿公門は、藤原宮のちょうど中心に位置する。 藤原宮は、荒橋の形、藤原形のほぼ中央に位置することから、大極伝公門は、教域全体から見てその中心にあたる。ここに、主来高校期など観跡に見える都の城のあるべき、姿に基づいて設計された、理念先行型の都の城を見ることができる。いずれにせよ、長道院、大乗館院の正殿としての大極伝が、 藤原愚をもって成立した点については、アスカ清美原の愚説に立つ研究者も、共通の認識に立っており、小沢武氏も原則としては、天皇の独占的な空間としての対極で及び、それを取り囲む一角は、藤原愚において成立したとしている。なお、天武、児童の代にあっても、辺境の民をアスカデラの西の広場で競応していた、ことが、日本初期より明らかであるが、 文武朝にあって、ようやく、藤原宮の大極殿や、大乗官院へ移動したものと考えられる。国共戦とまでの大極殿を第一次大極殿、奈良にとが戻ってからの大極殿を第二次大極殿という。第一次大極殿は、平城宮の正門である、須坂門の真北に位置し、第二次大極殿は、平城宮東よりの未部門北に位置している。 第二次大極道の後は近世まで大国の芝と呼ばれた木段が残っていた。この命名は、平城京戦と当初は、須坂門北の地域に大極殿が設けられたものの、国境大極殿の規模と一致するところから745年、天平15年に未部門北に移動したものと考えられたためあったが、第二次大極道の後の仮想から掘った手柱建物の遺構が検出され、 それが大極殿、長道院と同じ建物配置を取ることから、結局、奈良時代の前半には、須坂門北の広大な前提を持ち長道道を伴う、第一次大極殿、中央の大極殿と三部門北の長道十二道より、なる大城下院のさらに北にある、大理南面の大極殿、東側の大極殿の二棟あることが分かった。中央の第一次大極殿の周囲は、 月次回廊で囲まれ、南の長道区域とつながる校門があった。この区域は、大極殿院と呼ばれる。広い前提を伴い、前提から一段高い位置に、大極殿が建設されているが、これは平安宮の四尾段、流尾段流尾段の原型と考えられる。正月の元日には、大極殿前提に七本の宝堂が建てられ、初心の長画が行われた。他に、 即位式や外国施設液見などの朝木の空間として使用されていたと考えられる。天象天皇や聖武天皇の即位も大極伝院で行われている。それに対し、第二次大極伝下層の東側大極伝は日常の調整にあたる空間だったと考えられ、このような機能文化は東長安城の大局具大極伝と大民具含む元とのの影響を受けたものとして切れる。 奈良時代の後半は、中央の第一次大極伝院の跡地は、町議の場としては使われなくなり、儀式の機能は、東側、三部門北の第二次大極伝に集約されたものと、考えられる。したがって、三部門北は、北より台入り、大極伝、十二道の長道よりなる大乗館院、長道院、二道の朝修道の、三部門が一直線に立ち並ぶ形態となり、 二部門を入ってすぐ北の両側には東に、四季部章、西に、兵部将の建物があるという配置となった。第一次大局電地区に関しては、二藤厚氏が木簡や資料に見られる、西宮を第一次大局電地区に想定している。すなわち、教演などに用いられてきた第一次大局電地区が、居住区画に改造れたと見る。その改造は、発掘調査の成果からは、 平常経への関東、745年直後ではなく、早くとも、天平商法年間、749年から757年以降と考えられており、天平人後、765年から767年の頃には、積極的な改造がなされた形跡がない。二等は、このことを、天平商法元年の聖武天皇の貢献、天皇への上位、すなわち、 聖武条項の成立と深い連関があるのではないかと推測している。なお、奈良県と1300年にあたる2010年に合わせ、平城宮跡に第一次大極殿が実物大で復元された。平成戦と1300年記念事業。復元された平城宮第一次大極殿の屋根には、中国古代建築の類例に倣い、おおむね中央飾りが設置されている。 ただし、これまで、平城宮跡からは、大ね中央色金具の出土例がない。そのため、奈良時代前後の事例及び、資料の収集調査を通じ、この金具の衣装設計を進めたという。宝珠系の大ね中央飾りの類例として、初頭の頓光抜光靴、第338靴壁画の邸宅、宮殿、隋の訓西姿安室土仏殿形式石棺などが、 南馬系の南馬宮、後期南馬宮は、723年、養老7年、福都制により、平城系の福都として造営された宮である。聖武天皇地下の744年、天平16年、天皇が突如、南馬宮への戦闘を表明し、初心はその時、国系戦闘を推す人が多かったというが、天皇は、南馬への行行を決行したと言われる。南馬についてほどなく、 天皇は、がらき宮へ移り、結局、留守氏の立花処刑より南馬をコートとする、胸の直が出された。しかし、しがらき宮で震災に遭遇した正務長は軍心、揃って、平城経営の官を決め、745年、天平十七年の勘と後は、再び、長岡選と直前の七百九十三年、延暦十二年まで、平城経営の副との地位にあった。南は、 1961年、昭和36年、山根徳太郎により発見され、その後発掘調査がなされたが、この宮の下層から検出されたのが上実した前期、南馬宮である。後期南馬宮は、北寄り代理、大極殿、丁道八道よりなる、丁道区域、朝庭含む、長州殿二道が一直線に並ぶ形態をとっており、建物数、構造配置の上で、 長岡宮に類似しており、長岡宮は南馬宮の建物を移築して営まれたことが判明している。現在は南馬宮史跡公園に土台が復元されている。長岡教団会から、長道院と代理の分離が始まっている。これは、天皇が大極殿に出御して行われていた調整が代理で行われるようになったためである。その一方で、大極殿は、 蝶道区域との一体化を強め、大極殿、蝶道、長州殿をまとめて、蝶道院とする古称は、桓武天皇の七百九十二年、延暦十一年に生まれている。七百九十四年、延暦十三年に遷とされた、平安系の大極殿はそれ以前のものが、築地回廊で囲まれ、肛門を持っていたのと異なり、南の蝶道と直接つながる構造となった。 すなわち、長道院は、長岡京の時代に比べ、一層一体化を深めた。ただし大極殿は、四尾壇上に立っており、その境界には、朱蘭、朱色の手すりが設けられ、長道と大極殿とは、四尾道と呼ばれる階段で往来した。四尾壇は、京の平安神宮でも見ることができる。大極殿の後輩には、小安殿、小和殿と呼ばれる電車が、野がり、 天皇出御の際に休憩所として利用された。また、四尾岩を登った左右には、白虎楼、総竜楼という小楼閣が大地されていた。旧世紀中頃になると、天皇が宮城、大大理から出かけることは、鴨川、進化の邸宅、上皇の居所などごく一部に限られるようになり、花だしくは、大極院行幸の表現さえ生まれたという。平安末期。 後白らは法王の命で作られた、年中行事絵巻には、東西十一軒、南北島で、朱塗りの柱と、河原吹入り模屋作りの屋根に、金色の痺りをいただく大極殿が、鮮やかに描かれており、平安神宮大極殿や平城宮跡の大極殿、復元事業でも、参考とされた。なお、年中行事絵巻や、1895年、 明治28年京都市三次会によって編纂された平安通史には単相の大極殿が描かれているが、大極殿電車は火災により二度も建て替えられており、970年天独元年成立の口ずさみに、運んふとし、か一慶さんと見えるように、当初は出雲大社や奈良の東大時代仏殿に匹敵する大建築であり、年中行事絵巻書斎のものは1072年。 延久四年に建て替えられた姿で、本来は、重層、二階建てであったとも推測される。平安時代中高期から消防と再建を繰り返し、朝廷の儀式の中心が、土見門塔道を因伝現在の京都御所へ移行していくのに、従い推備していった。1177年、安元三年に起きた、安元の大化による、消失の後は再建されることなく廃絶した。 京都市中京区千本丸田町の旧跡には、1895年、明治28年に、平安天とト1 0 0年を記念して建てられた石碑を見ることができる。ただし、その後は、石碑の付近ではなく、千本丸田町の交差点付近であったことが明らかとされている。なお、平安神宮は、平安宮長道院を模して建立されたものであり、外拝殿として、 太極電が8分の5の規模で模して建設された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。